せーの、こんにちは、なるくです。こうきです。うれしおたです。この度、甘いものが大好きな僕たちでノアールスイーツ部を作りました。イエーイ。これから皆さんにですね、この甘いもの好きな3人がいろんなものを紹介していけたらなと思います。ぜひチェックよろしくお願いします。よっしゃー。早速紹介していきたいと思います。はい、今回3人が紹介する商品は7月12日発売、ローソンさんの新スイーツミニオンです。はい、それではですね、3人で食べていきたいと思います。いきます。食べていきまーしょ。はい、それではまず1個目の商品の紹介です。こちらですね、バナナスムージーです。ミニオンの、それぞれちょっとパッケージが違うくてすごく可愛いですね。こちら見せておきましょう。バナナスムージー、じゃあ飲んでいきましょうか。これ最初振るんですよね。あ、そうです、最初振るんか。これ振るように注意してください。よいしょ、飲んでた。うん、すごい甘っ。バナナの風味がいいね。バナナ、バナナ、これバナナ、バナナ。あ、いい感じ。うん、すごく甘くて飲みやすいですね。甘くて飲みやすいね。うん、子供好きそう。いや、確かにそう。あー、子供とか絶対喜ぶ ね。しかもパッケージもね、こうやってあの可愛いけんね。うん、それはすごい子供喜びそう。全種類揃えて、あ、確かにね、うんうんうん、種類揃えたくなるかも。揃えたい、揃えたい、すげえ揃えたい。確かに、なんか捨てるのもったいない気するもんね。綺麗に剥がして、そうね、そうね、うん、パッケージ集めも、そうですよ、飽きない味も楽しみながらって感じかな。皆さん、あのここ3人だけじゃないですからね、ミニオン。ほら、細かい細かいミニオンいっぱいいますからね、ここに。マジで、マジですよ。本当黒と黄色いますか、いますからね、しっかり。全員数えてみてください。そうですよ、あの皆さん多分一人表情違うんですよ、このミニオンの。見えるかな。なんかすごい細かいところまで凝っていて、そう、味だけじゃなくね、外の方もしっかり凝っていて、すごいいいなと思います。美味しいバナナオレで、まあ、子供も楽しめると思います。飲みやすいと思います。はい、ぜひ飲んでみてください。飲んでみてください。こちらパッケージも可愛いので、ぜひ飲んでみてください。はい、では続いての商品ちょっと行ってみましょうか。はい、はい、行きましょう。まだありますんで、はい、行きましょう。続いての商品は、はい、もちぷよミニオンカスタード&チョコです。もちぷよです。これのもちぷよ、これありますよね、ローソンに。普通のもちぷよありますよね。見たことある、ある、ある。そのあれか、チョコシリーズ、ね、シリーズか。チョコがカスタード&チョコです。チョコがかかったバージョン、うんうん、あ、なるほどね。食べていこう、食べていこう、食べていきましょう。食べていきましょう、食べていきましょう。開けていきます。おー、チョコミニオンですか。ほんとだ、あ、カスタードもミニオンしてる。しかもなんかこのさ、なんていうんやろ、カラフルのさ、カラフルなチョコか。そう、カラフルなチョコみたいな、うん、そういうの、かわいいね。いや、かわいいかわいい。これもちっちゃい子好きそう。ちょっと割ってみますね。割ってみて、見してあげて、見してあげて。もうちょい、もうちょい。おー、伸びる。おー、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 はみ出てる、はみ出てる。おー、おー、チョコ、多い、多い、多い。チョコやばい。チョコ見してあげて。見えますかね。やばい、チョコ飛ぶよ。やばいっすね。カスタードも出てる。よいしょ。うん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 。いただきます。もちもち。うん。え？見てこれ。え？カスタード、カスタード。なんか。チョコって入っとうよね。入っとう、入っとう。ランダムじゃないよな、これ。チョコとクリームの中に入ってるんじゃないかな。中心じゃないかな。
どういうこと？まだ俺もカスタードしか出ない。マジ？全く変化。めっちゃ上のやつもザクザクでうまいっすね、これ。中に入ってる。あ、ほら、うん。下に、あ、なるほどね。上にカスタード。最高。手めっちゃ汚れとるけど。え、ちょ、ティッシュは？お、手汚れちゃった。皆さん、見てください、翔太くんの手。これ汚れてますでしょ？ちょっとティッシュでね、拭きたいんですよ。で、今回実は、スイーツ以外にもミニオンの商品あります。お、マジっすか？こちらです。ミニオンのティッシュ。イェーイこちらもちょっとね、パッケージが、すごいおしゃれで。これだけじゃないらしいですよ。あ、そうなんですか？めっちゃあるらしいですね。3種類ぐらいもあるらしい。あ、そうなんですか？じゃあそのうちの1種類ということでですね、はい、70種類使うのもったいないですね。もったいない、うん、それじゃあ味わっていきましょう。はい、味わいましょう。チョコが溢れ出る。本当？マジやばいです。中心いったらすごいよ。え、このさ、うんうん、この断面さ、黄色なのはさ、本当やっぱこのあれかな、この黄色のスポンジのケーキの部分はやっぱそれミニオン意識してるんかな。意識してやってるんかな。うん、いや、うん、そうかもしれない、ね、うん、ちょっと僕は一向にチョコにたどり着けないんですけど、うん、溢れ出ちゃってますもん、チョコレート、うん、そんなたっぷり入ってんだ。はい、美味しい。うん、うまい。え？完食しました。マジでチョコないんやけど。ほんまにない。え？書いてる。カスタード&チョコって書いてるけど。カスタード&チョコです。あ、書いてるね。え？ほんまに僕のチョコ一個に出てこないんですけど。当たりです。溢れ出るほど出たチョコレートは。完食しました。完食です。小さいように感じたんですけど、一つでも、うん、とても十分食べ応えがあるので。確かにね、うん、満足できます。満足できるね。うん、翔太くんはどうです？可愛い意味で。マジでめちゃめちゃチョコレート出てきて、すごい、ね、すごい手についてたもんね。ここで活躍したのはこのティッシュですよね。そうです、この作戦かもしれませんね。こうやってチョコが溢れるっていうことを加味してね。そう、そこまで、うん、やりますね。上のザクザクが美味しかったですけど。そうね、いや、ザクザクもいいね。あの、カラフルな部分でね、可愛、うんうん、かった、うん、すごい良かったね、あそこの ね、うん、中のトロトロなチョコもいいけど、うん、外のザクザクなチョコもいい、うん、で、もちもちしたそうね、もちぷよ、いろんな食感が、いろんなハーモニーがね、そうね、あるんだよね。すごい噛み応えありますよね。うん、じゃあ、次の商品次の商品いってみますか。行きましょう。行きましょうか、はい、行きましょう、はい、行きましょう。続いての商品こちら、イムラヤアイスバーミニオンチョコバナナ味。へぇ、チョコバナナか。チョコバナナ味合うやろ。へぇ、合うしかないよこれは。じゃあ開けてみましょう。皆さん開けてみよう。シュッ、おぉ、綺麗な2色。ほんとだ、綺麗な2色。はい、めっちゃバナナの匂いです。マジ ですか。マジ、え、めっちゃバナナ、ほんまやん。いくよ。うんうんうんうまい。上はしっかりチョコ、さっぱりめチョコは、うん、割とね、バナナがすぐ、うん、くるね。こんな感じです、うん、サクサクって感じ、うん、割とさっぱり、なんか夏でも、うんうん、まあ、夏に一番食べやすそう、うん、うんうんうん、チョコとバナナのとこ一緒に食べたら味がまた変わる。マグぐらい、うんうん、いや、これめちゃめちゃいいわ。本当だ、味全然変わる。ほんとね、うん、え、気のせい、なんかめっちゃこのバナナ甘くないですか。いや、甘いよ。
急に味変わるね。急に味変わるっていうか、やっぱチョコとバナナって合う。合う合う、めっちゃ合う。間違いないです、うん、うまい。黄金ですね、これ。あの、ザクじゃなくてさ、うん、シャリって言えるけどさ、うん、結構食べやすいよね。うん、食べやすい、食べやすい。うん、3種類の味を楽しめる。うん、ね、そうね、チョコとバナナとチョコバナナ、うんうん、4本、ね、これ1本で3本の味楽しめます。美味しい、美味しい。普通にアイス食べててチョコが多かったらだんだんきつくなるけど、最後バナナだけになるから最後にさっぱりで締めてくる。うん、そうね、そうね。あ、もうバナナピューレが入ってる。バナナピューレが入ってる。バナナピューレ。バナナのピューレ、すぐちゃんと入れてるってことだと思います。当たり外れとかないですか？ありませんでした。ないですね。歯しみる？うん、むくふむ。僕もラスト一口いただきます。僕もです。いけるいける。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、それでは次の商品に行きましょう。ごちそうさまでした。続いての商品はこちらです。はい、こちらです。食べますミニオンズフィーバーです。よいしょよいしょよいしょ。見てください、これ全員顔が違うんですよ。キャラ違うんですよね。映画のミニオンズフィーバーっていうところから撮って、はいはい、ミニオンズフィーバー、ミニオンの新しいやつが公開になりますので、皆さんそちらもよろしくお願いします。僕はケビンというキャラクターです。僕はボブです。スチュアートです。それぞれでこれ味が違うらしいです。僕チョコレートです。僕バナナ味です。僕がストロベリー味です。ちょっと一旦開けてみましょうか。じゃあ開けてみましょう。うわ、かわいい。すごい、見てください皆さん。和菓子です。和菓子ですよ。ほら、すごい。ほらほら、一つ一つやっぱちゃんと見ると全然違いますね。なるほど。じゃあケビンの食べていきます。あー、ごめんケビン。よいしょ。ケビンがこれだけ。じゃあ食べていきます。うん、うん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 、和菓子だ。中の方にチョコレートが入ってます。こんな感じです。お、2層になってますね。2層になってますね。しかもこの頭のなんか黒い、なんかハチマキみたいな、あ、メガネか。ハチメガネ。そこもなんかしっかりありますね。これボブっていうキャラは元々ないんですか、皆さん。知らないだけは。じゃあ僕行きますね、次。あ、ボブです。逆ですね。ひっくり返ってるボブです。あ、ボブ。確かに食べやすい。すごい。ケビンのチョコも同じで甘さは強いというよりは控えめでした。うん、甘さ控えめだよこれね。我慢できない。そろそろ最上位でしょ。これまたして、ストロベリーですね。じゃあスチュアートを、あースチュアート分にちっちゃい。あー、そこですね。いいですね。よいしょ。こんな感じですね。いちごなんだ。え、いちごが、いちごなのか。いちご。いただきます。キウイいっちゃいましたね。頭からいきましたね。すごくしっとりしてますね。しっとりやね。確かに確かに。すごい、ちょっと目の、すいません、なんか目の部分すごい凝ってるんですよね。キラキラですよね。キラキラの部分も、すいません、ちょっとあの食べかけで。ほら、見られてますよ皆さん。
すごい凝ってるんですよ。一つ一つ編んで作っていって、こんなにこだわってるのに、うん、300円で買えるってすごくないですか。いや、すごいですね。これも集めたいね、なんかね。全部集めて写真撮ったね、いいね。綺麗になりそう。ああ、いいですね。うん、まあ、見た目も楽しめて、和菓子も楽しめる、うん、落ち着いた雰囲気で食べたいですね。落ち着いた味ですね。お茶する、うん、あ、そうね、お茶とか、そうそうそう、いいですね、そですね。見た目もやっぱ子供心くすぐるようなね、いろんな形や種類もあってすごくいいし、味もほんのり甘い感じで、多分甘いものちょっと苦手だなっていう人もすごい食べやすいかなっていう感じですね。はい。いやー、どれも美味しかったね。美味しかったですね。俺はね、アイスバーがうまかった。アイスバーね、よかった。ショウタは、うん、僕もちぷよ、あれめちゃめちゃ美味しかった。よかった、よかったね。カスタード、ザクザク感が僕は好きでした、うんうんうん、僕はやっぱり最後の和菓子が美味しかったです、うん、やっぱりね、その、あの、いろんな遊び心があって、なんかすごい立体的じゃないですか、お菓子が、うん、だから食べるのもったいないなって思うけど、その分食べたら美味しいし、甘かったし、うん、はい、皆さんも新商品スイーツ、はい、ぜひ食べてみてください。食べてみてください、食べてみてください。はい、そしてこれからもスイーツをどんどん紹介していきますので、ここのコメント欄やインスタグラムに直接メッセージを送ってください。お願いします。お願いします。それでは次回のスイーツ部もお楽しみに。バイバーイ。 バイバーイ。せーの、こんにちは、ナルクです。コウキです。堀江翔太です。え、マジでなんかちょっとそう食べないでよ。そんな声なんですか。食べないでよ。いや、わからん、怒られてる